9月1日日曜日だ。気分崩壊。ベジータサイヤの今日も PON。ベジータサイヤだ。今回は極ブラックで2019年イベントアイテムとレギュラーアイテムの比較の動画を作ってやったぞ。ありがたく思え。左はイベント用アイテム、右がレギュラーアイテムだ。これをよく覚えておけ。魂エフェクトが入ってるからその分パッケージも大きくなる。ギアをそのまま箱から出した状態だ。だがイベントはロゼしかないのでレギュラーアイテムをロゼで比較だ。道着にはわずかだがピンクの要素が含まれている。帯、ブーツには大きな違いはない。髪の色はセミクリアパーツを採用。続いてレギュラー品だ。髪の色は無透明のピンクで着色。道着はグレーおよび黒の単色塗装だ。写真で並べて比較した方がわかりやすいか。内容物は異なっている。交換用顔だ。イベントはすべてロゼ。レギュラーは一つ黒髪だ。レギュラー品の黒髪をピンクに塗装。金型は同じだ。共にロゼだがイベントアイテムが若干眉毛の色が濃いぞ。手首パーツは内容物色が同じ。頭部パーツを分解だ。先ほども伝えた通りイベントはセミクリアパーツを採用だ。頭部を接続したらイベントの首ジョイントが見えるのがわかるだろう。イベントアイテムは交換用頭部なし。レギュラーはロゼの頭部が一つ付属だ。髪の毛を上部から撮影。貴様らはどっちがいい？次はエフェクトパーツだ。イベントには魂エフェクトオーラが付属。レギュラーにはカメハメハが付属している。共通してあるのは木のエフェクトだ。同じように見えるがこの木のエフェクトに若干塗装が異なっている。イベントはクリアで下の木目まで見えるがレギュラーはすりガラスのように向こうは見えない。これは動画の方がわかりやすいかな。最後に取説だ。内容物が異なるから説明内容も当然異なる。というわけで先走りコレクション主義る祭り。イベントアイテムとレギュラーアイテムの極ブラックの違いについては終わりだ。カカロット、ご飯、フリーザまであってなんで俺様がないんだ。チキショー、腹が立つぜ。